はい、こんにちは。私、船谷です。今日は JO1 のコンサートオープンザドアに行ってきたので、その感想とかを話していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、3日間ですね、開催された JO1 の初めての有観客コンサートだったんですけど、オンラインで見れたのもあって、結構全部見た人も多かったんじゃないかなと思います。私は、金曜日の夜は自宅でオンラインで見て、で土曜日の夜公演と日曜日の昼公演だけ現地に入って見てきました。皆さんもね、すごく思われてると思うんですけど、めちゃくちゃ良かったですよね。その最後の挨拶の時にね、みんないろんなことを話してくれるので、本当涙なしでは、過ごせないような感じのコンサートだったんですけども、私オーラスだけはちょっとまだアーカイブ待ちなので見れてないんですが、もうたくさんの記事を見る感じではですね、すごく私も多分リアタイしてたら 100% 泣いてたような内容だったので、はい、とても今からアーカイブを見るのがね、すごい楽しみだなと思います。私自身の感想とかをこう話していこうかなと思うんですけど、ちょっと何もしないのもあれなんで、これを組み立てていこうと思います。一言で言うと、本当にすごくダンスとかその曲の構成とかもよくって、VCR もなんかかなりちゃんと作ってあって、なんか1年前のオンラインコンサートは一体何だったんだっていうぐらいすごいちゃんとしてて、すごく良かったなと思ってます。で、今回ね、私こうやってスローガン持っていったんですけど、結局誰をよく見てたかって聞かれると、圭吾くんと鶴房くんをなんかね、よく見てたなっていう印象なんですよね。蓮くんも蓮くんですごい見てたんですけど、なんか鶴房くんってこんなにかっこいいんだみたいな、いやめっちゃかっこいいんですけど、なんか実物とかで見ると、なんかやっぱ全然なんかこう目を引くというか、大きいからっていうのもあるのかな、なんかそういうすごいそういう印象を受けました。この間のあれなんだったっけ、あの番組、ランナゴーやったやつ、ベストヒットやったでしたっけ、なんかそれにでランアンドゴーを歌ったじゃないですか。あの時とかからなんか、こんなに表情管理すごいよくできてたっけみたいな印象をすごく持ってたんですけど、なんかそういうのもですね、すごい表情がとにかくよくって、鶴房くんをめちゃくちゃこう鶴房くんを結構目で追っちゃってましたね。はい、圭吾くんはもうとにかくかっこいいので、なんかすごくモニターにバーンって映るたびに、美しいなと思ってこう見てました。もちろんね、蓮くんとか、みんなかっこよかったんですけど、なんて言うんだろう、私が思った感想は そこかなって感じですね。あとやっぱ純喜くんの存在ってやっぱすごいでかいなって思って、なんかオープニング Born to be Wild だったじゃないですか。入りの時の声量とかもすごい、もうなんて言うんだろう、オンラインでもすごいなと思うけど、現場にいるとなんかもう鳥肌が立つぐらいの声量で入ってくるから、すごいなんかうわーみたいな、来たーみたいな気持ちにすごくなりましたね。あと MC もなんか大体なんかいつも同じことを話してたから、大体これこういうこと話してこう進めましょうねっていうのが多分決まってるんでしょうけど、でもそういうとこでもなんかこう明るくこう、なんていうんだろう、仕切っていく純喜くんとか見てた、本当に彼が JO1 でいてくれてよかったなってすごく思いました。少しね、不慣れなところがすごい可愛い JO1 なんですけども、なんかやっぱそうやってちょっとずつこう慣れてくるところを見ると、親心のような気持ちでなんか嬉しくなっちゃいますね。私がいた席はですね、すごく花道横のアリーナ席みたいなところに私最初初日いて、でその次の日が、センターステージの横のちょっと壁側だったんですけど、すごい今回のコンサートですごい良かったのが、スピードオブライトとかセーフティーゾーンとか の群舞がすごく自分の目の視界に綺麗に収まってて、それをなんかね、ちゃんと見れたことがすごく私は嬉しかったんですよ。なんか今 YouTube に残ってる映像とかって、やっぱどうしても顔のアップだったりとか、なんか練習室の動画ってそんなないじゃないですか。なんか例えば、セーフティーゾーンもそうだし、スピードオブライトもそうだし、なんかその表題曲になってない曲で JO1 が全然その私たちの目の前でパフォーマンスしてることって、あと K コンぐらいじゃないですか。
で、曲がいい曲が多いからこそ、もっとこれのこういうところを見たいみたいなのが、そのコンサートは自分の好きなように見れるから、やっぱそういうところはすごくやっぱ現場に行ってよかったなと思いましたね。なんでスピードオブライトとかデザインとかセーフティーゾーンとかのなんかこうまとまってみんなが踊るところとかすごいかっこよくって、本当素直に感動しちゃいましたね。で、顔は横のでっかいなんかモニターに出るから、もうそれもしっかり視界に入ってるから、なんかちゃんとこう流れを追って見れるというか、もうでもとにかくね、まとまって踊ってるところがすごい良くて、私本当に感動しました。なんかめっちゃいいグループ応援してるなっていう気持ちに改めてなれたというか、なんかそんな感じでしたね。あとはセットリストとかで言えば、やっぱりあの3日目のモンスターと、アトリエのダンスのチームがやったやつはもう本当に良かったですね。日曜日なんか順番で初日が与那城くんと純喜くんのステイがあって、2日目にあのゲットバックが来たから絶対3日目ダンスじゃんみたいな話になってて、で実際そのアトリエ通りのダンスをやった後にさらにオリジナルを追加してたのが本当に良かったですね。なんかこれちょっとツイッターにも書いたんですけど、そのレン君ってそのまあ今メンバー11人いて、なんかまあダンスを教える係だったりとか、なんかちょっと優しいお兄さんみたいなポジではあるんですけど、なんかバリバリダンサーですみたいなのってなかなかもう最近見れる機会がないじゃないですか。まあ、メンバーの一人として踊っててみたいな、見たのっていつかの TikTok のセブチのやつかなみたいな。でも今回はもうダンサーとしてのレン君を見れたっていうのが、もう私すっごい嬉しくって、照明が赤くてなんかあの何ですか、コンサート会場あるある、なんかモニターの前になんかエビフライみたいなのがかかってるところあるじゃないですか。私そこだったからちょっと見れなかったんですけど、すごいそこアーカイブには見たいなと思ってて、もうとにかくそれがすっごい良かったですね。うん、モンスターね、やっぱりね、もうあの私が日曜日に当たった理由はこれを見るために神様が当ててくれたんだわと思ったぐらい、あのニューアンドアイはめちゃくちゃ注目しましたね。夜はどうなってるのかちょっと知らないんですよ。だからすごく楽しみだなと思ってます。はい、まだね、今日これ撮ってる時点では初日の分がアーカイブで出てて、今ちょっとそれ見てる最中だったんですけど、うん、皆さんはどんな感想を持たれましたか？すごい良かったですもんね。グッズはこれとこれを、ちょっと当たった方にですね、代わりに買ってきていただきました。これはチェ社長目的で買われた方がですね、あの買い取ってもいいよとおっしゃってくださったので買い取らせていただきました。これが、スローガンですね。今回はあの時切ってましたけど、結局これを1枚持って、参戦してきました。はい、まあね、コロナ禍ということで、なかなかコンサートも本当彼らがデビューしてできなくてですね、本当大変だったし、なんかもう私も本当にコンサートを通して見てなんかね、泣くっていう感情があんまり分からなかったんですけど、本当に今回はね、なんか泣けましたね。なんかコンサートで泣くってあんま なかった、過去なかったですし、まあ、感動はするけど、なんかこう苦労とかがすごくやっぱ一緒に歩んできてる感がすごい強くて、なんかつい感情移入してなんかオンラインでも ビービー泣いてしまいましたね。はい、それを夫に話したらちょっとはって言われましたけど、まあそんな感じで、皆さんもねオーラスとか見てた方本当に泣いたんじゃないかなと思います。もうとにかくね、メンバー一人一人のコメントもすごく良かったですね。はい、あと今回ですね、たくさんのジャムの方にお会いすることができました。なんかこういろいろ関わりがある方とちょっと会わせていただいたんですけれども、すごく皆さん気さくでいい方でですね、私のような田舎者にも優しくしてもらって、本当に、楽しい時間を過ごすことができました。ということでね、またいろんなジャムさんとかにも会いたいなと思いましたし、なんかますますこう JO1 のことを頑張って応援しようとか、そういうことを思えるいい、すごくいい機会だったというか、なんかちょうど直前ね、あの INI がデビューしたりとかいろいろありましたけど、なんか、やっぱそう焦る気持ちもめちゃくちゃありましたけど、なんか JO1 頑張って応援していこうっていう気持ちにすごく慣れたコンサートだったなというふうに思います。はい、あと本当にジャムの皆さんは本当年齢層がめちゃくちゃ
幅が広いなっていう印象をすごく受けてました。なんか自分がやってるあのシーフジャムの皆さんもですね、なんかすごく自分現場に行ったら浮かないかなみたいなことをちょろちょろ話していらっしゃったんですけど、全然行っても問題ないというか、本当にいろんな年代の方に愛されているグループだなというのを感じました。あとはジャムは基本的に優しいっていうのは本当だなというふうに私も今回ですごく痛感しました。皆さんは今回のコンサートでどんなことを思われたでしょうかね。まあ、ぜひよかったらコメント欄とかで聞かせていただければ嬉しいです。はい、ということで今日の動画は以上になります。私は主に JO1 のことを、動画にしております。この動画でよかったらぜひいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもしてますのでよかったらぜひフォローしてください。最近ちょろっとインスタをしてますので、まあ、よかったらそちらもフォローしてください。ちょっと非公開にしてるので、まあ、ジャムと分かる方であれば承認してますのでよかったらぜひどうぞ。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。